地球歴2015年、サイバトロンとデストロンの激しい戦いは今日も繰り広げられていた。復活を遂げたメガトロンによって一旦は命を落としたコンボイだったが、サイバトロン星にいるアルファトリンのエネルギーをもらい無事に復活することができた。さらに新戦力として恐竜型トランスフォーマーダイノボットも加わり、サイバトロン戦士たちの戦力は拡大しつつあった。一方デストロン軍団も復活を遂げたメガトロンの他に、メガトロンを復活させた張本人、賞金稼ぎ、ロックダウンと、かつてホイールジャックが作ったダイノボットの失敗作、スコーンとスラッシュもデストロン軍団につき、サイバトロンとデストロンの戦いは徐々に激しさを増していったのだった。さて、今日のトランスフォーマーは、メガトロン様。どうしたサウンドウェーブ。エネルギー反応を持った物体がこの地球に不時着した。そうかそうか。場所はどこだ。ついに奴が地球に降りたか。ふん。あれは何としてもあの計画に必要なものだ。こうなったらわしが自ら出撃して、そのエネルギー反応を持つ物体をサイバトロンどもよりも先に奪い取ってくれるわ。スコーン、スラッシュ、お前たちも一緒に来い。ああいうメガトロン、わかったぜ。スロッシュ。よし、トランスフォームして始動だ。おう。一方、サイバトロン戦士も。コンボイ司令官、謎のエネルギー反応が検出されました。よし、なんとしてもデストロンより先に、そのエネルギーを回収するんだ。サイバトロン戦士、トランスフォーム。ちょっとグリムロック、俺グリムロック足遅い、だから乗せるわ。お前少しダイエットしろ、重たいぞ。ホイールジャック、ラチェット、君たちはここに残って謎のエネルギーの発信源をもう少し詳しく調べてくれ。了解しました、コンボイ司令官。どうかお気をつけて。およし、出動。その頃、デストロン軍団はエネルギーの発信源をすでに見つけていたのだった。はあはあはあ、これさえあれば全宇宙はわしらデストロン軍団のものだ。はい、メガトロン様、もちろんでございます。ああ、サイバトロンの奴らが来やがったぜ。なんだと。メガトロン。はあはあはあ、コンボイ、待ちかねていたぞ。のこのこと墓場にやってきよった愚か者どもめ。絶対にお前たちの野望は食い止める。サイバトロン戦士、トランスフォーム。まったく背骨が折れるかと思ったぜ。こいつ重たいんだもん。俺グリムロック、デストロン皆殺しにするある。へぇ、来やがったぜ、旧式のダイノボットどもがよ。おぉ、スラッシュ、俺グリムロック、旧式違う。戦いの始まりだ。これでも食らえ、コンボイ。パパ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 パうわぁ。戦いの中でこいつが傷ついたら大変だ。こいつは俺が持っていくとしよう。ドゥシ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 。ん？バンブル殿、あれを見てください。え？ロックダウンのやつ、あれを持って逃げていきます。よし、コンボイ司令官、ロックダウンがあのエネルギー源を持ち逃げしました。オイラとドリフトであいつを追跡します。頼んだぞ、バンブル、ドリフト。よし、行こうドリフト。ええ。ブシッドアブシッゲーブスラッシュブシッ。俺グリムロック、お前ら小電波にしてやる。ゲー、クソ、舐めやがって。スラッシュ、こうなったらトランスフォームしてアタックだ。ここからが本当の戦いだ。覚悟しろグリムロック。スラッシュ、俺グリムロック負けないぞ。ゲーブシ、後ろがガラキでスラッシュ、ブシュゲー、グリムロック。はあはあはあ、グリムロックはあれで終わりだ。貴様もな、コンボイ。ボボボブシュブシュク。バンブルとドリフトが心配ですね、コンボイ司令官。ああ、そうだな。だが、今は目の前の敵に集中するんだ。観念したか、ロックダウン。観念などするわけがないだろう。
ロックダウン、さっき取っていったものをおとなしく渡すのです。俺がそんなことすると思うか。あれはな、ある計画を実行させるために必要なものなんだ。ある計画？全宇宙の征服か？いや違う、もっと壮大な計画だ。メガトロンなど目ではないわ。なんですって、あなたは一体デストロンではないのですか？貴様らには喋るまでもない。さあ消えてもらうぞ。地獄へ落ちろ。ブシュッブシュッブシュッ。それじゃあばよ。ブシュッブシュッ。俺グリムロックいて、プスラッシュ。グリムロック一つ教えてやるぜ。いくらパワーがすごくたってな、頭が良くなきゃ意味がねえんだ。俺たちは頭がいいんだ。わかったか、旧式ダイノボットちゃん。俺グリムロック旧式違う。へへへへ。バカはハンマーで殴られるのがお似合いだな、スラッシュ。ブシェーシンガッバババ。メガトロン様、ロックダウンどうした？サイバトロンの奴らを振り切りました。そうかそうか、でかしたよ。よくやったぞ、ロックダウン。それでは基地に帰る。デストロン軍団、全員退却だ。はい、メガトロン様。そして、俺グリムロック、ホイルジャック、お前、もっと俺グリムロックの頭良くして、お願いお願い。そんなこと言ったって、もう我が輩にはこれ以上お前の頭脳を上げることはできんのだよ。いやー、俺グリムロック、でもこのままじゃあのトゲトゲにバカにされて悔しいがー。ねえ、コンボ司令官。ん？どうした、バンブル？なんだかロックダウンが変なことを言っていました。そうなんでございます。奴は、デストロンの全宇宙征服よりも、もっと壮大な計画を考えていると。賞金稼ぎロックダウンか。奴には十分警戒した方がいいだろう。そうですね、コンボイ司令官。ええ。今回の戦いは我々デストロン軍団の勝利だ。サイバトロンどもを全員倒して、全宇宙を征服するのだ。最後まで見てくれてありがとう。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。画面真ん中に表示されてるアイコンをタップまたはクリックするとチャンネル登録ができるよ。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。